10月4日の調整で、計略範囲が 6.4 から 8.0 に大幅拡大された覇王を召喚。計略は、式7で、範囲内の自身より武力が低い敵と味方の兵力30。武力が、範囲内の部隊数プラスに上がり、5部隊以上で、速度プラス70と車輪、9ポイント。計略、スペックともに、相性が極端にで、安い1枚で。味方も巻き込むことから、1部隊に全レッドすることになる癖の強い計略。攻めを通すにも、猫弓や鉄砲での工場阻止を、味方でどう止めるか。対象になるのは、自分より武力の低い部隊のみで、タイミングを選ぶ。車輪の大きさは、かなりのもので、相手騎馬がこちらを向いている状態だと。英傑対戦では、車輪発生時に強制迎撃を取ることができるので、積極的に狙いたい。ゲロゲロゲロせえなやられた。それうわ次はいい返事を期待しているよ。矢の時に屈する我ら山の神ではない。みんな僕が殺してやるからね。人間にも復讐のため。先行入力でカットインが入ったけど、これくらいの距離から強制迎撃取れてるはず。三の肩。ゲロゲロゲロ。次はいい返事を期待している。主将のミスはあったけど、こんな感じで攻撃力の車輪は。シンプルに乱戦が強いから操作負担が少ないし、案外ライトユーザーが使いやすい計略なのかも。やるからまだまだ。人間への復讐のため。戦機開放。
やられた。気がたぎってくるぜ。逃げ場なんてどこにもない。素晴らしい構造力。次はいい返事を期待しているよ。流派発動。見ろ肩。許さん。今度は俺らの番だ。スパークしてるぜ。こんなんガキの喧嘩じゃねえだ。流派発動。ミノカタ。お前ぶっ殺す。俺らだけでやるぞ。気がたぎってくるぜ。ゲロゲロゲロ。みんな僕が殺してやるから。